ってたわけじゃないからね。今のサボってたわけじゃないんで。はい、ということで最後のエンビーを叩かせていただきました。こちらにてポイント調整終了、20,210ポイントとなりました。ビビオツ、はい、ラブコシからお花マークと。改めまして、私オッピーイベントポイント、このような感じで、なんで最後210なんですかっていうのはね、わかるでしょうと。カノレちゃんの誕生日2月10日で合わさせていただきました。もともと1000人以内、あわよくば500人以内、まあもうちょっと上行けたら行こうかなぐらいのね気持ちでイベントを叩かせていただいたんですけど、まあ、1週間ちょっとのイベントでしたので、まあ、期間も短いイベントなので、まあ、叩きやすいイベント。プラス僕はあのカラフェスぐらいからかなでちゃんがすごい来てまして、僕の中でね、はい、来てまして、まあ、かなでちゃんのバナーイベントあれば叩こうと思ってて、目標を大幅に更新した300位称号獲得させていただきました。はい、イベント4日目ぐらいからもうここまで来ちゃったんだったら、僕の100位以下の称号で持ってない称号が200、300、400位称号でしたので、まあその中の何か欲しいなって目標が切り替わりまして、で200位称号は想像以上にね途中から壁が分厚いなって気づきまして、まあ300位称号を、狙うというところに着地し、今回2000万ポイント取って、まあ最後の順位どこまで落ちるかわかんないんですけど、258位っていう、このねこのすごいよな。この天塚のバナーもえぐいと思ってたけど、やっぱ奏ちゃんのバナーもえぐいわ。すーごい。僕の中では2000万ポイントってめちゃめちゃ頑張って叩いたなってところなんですけど、258位といった感じでございます。でね、皆様、僕の知り合いの配信者の三田康介がイベランしてる今ね、撮影時間が19時だから、イベント終了2時間前とかだから、まあ、まだ、配信してるんじゃないかなって時間だと思うんですけど、すごいね。すごいわ、28位だと。もともと100ランって聞いてて、イベント2日目ぐらいか3日目ぐらいに、あわよくば50ランっていうのに切り替わってて、まあ、そこからまた上がっちゃったよな。上がって。なんかこう僕のさ、ノクタンイベとちょっと似てる。ちょっとだけなんだけど、僕もノクタンイベ本当は50ランの予定だったけど、イベントポイントもりもりに漏れちゃって、最終的に着地29位、30位称号獲得させていただいてたんで、やっぱり目標は上がるなと。目標マジで上がる。これはね、もうイベランこれからする人、うん、これからする人に、絶対に伝えときたいことなんだけど、最初に設定した目標あるじゃん。絶対上がるから。僕今までイベラン、今回のイベラン含めて4回目になるんですけど、最初のビビバス箱ゆえのリリックは100位以内目標で64着地と、目標にした称号をそのままゲットした感じなんですけど、2回目のノクターンが50位以内目指して、30位称号。次のストレイバトドクが30位以内目指して20位称号。で、今回のカネちゃんのイベントは1000位もしくは500位目指して、結果300位称号で、ね、上がるんですよね。上がっちゃう。マジで。これ本当に上がっちゃうから。コメント欄にもぜひ書いてほしい。自分はもともとこの順位目標にしてたけど、なんか蓋開けてイベント終わってみたら、順位めちゃめちゃ上がってましたね。絶対いると思うんで。はい。ぜひコメント欄にね、書いてくださると幸いです。さあ、イベントこの1週間の思い出など振り返り、まあ振り返るっていうか、イベントストーリーが本当に、まだ見てない方もいると思いますが、まあ、イベオツ5でもぜひ見てください。ニーゴのストーリーの中では本当に、累戦もともと緩いんですけど、本当に泣いたね。泣いたんで。今後のニーゴの成長というか、かなで、よいさきかなでというキャラクターの成長につながるストーリーになったと思います。曲が聴くだけで、フルが YouTube の方でイベント終了と同時に上がるのかな？まあ、そのくらいの時間に上がるんですけど、早く聴こうかなと思っていますし。あ、イベント終わったら、いつも通り21時45分から、部屋開放して、バーチャルライブ、アフターバーチャルライブの方100人でね、視聴できるやつ、Twitter の方で募集すると思いますので、ぜひ Twitter の方のフォローもよろしくお願いいたします。もしよければ参加してくださると幸いです。はい。ということで、まあ、イベントお疲れ様っていう動画になりましたが、最後までご視聴ありがとうございました。